はい、どうもこんにちは、きなです。今回はですね、レジェンズの後半についてですね、4周年後半についてたくさんね、視聴者さんからコメントで質問もらっていたので、そちらについて答えていこうかなというふうに思います。まず一つ目がですね、レジェンズの4周年後半って大体どんぐらいから始まりますかっていうところと、意思をね、後半に向けて何個ぐらい残しておいたらいいですかっていうような話をいただいたので、まあ僕の見解を混ぜてね、喋っていこうかなというふうに思います。ということで、レジェンズ4周年中ね、たくさん動画上げていくので、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。で、一つ目なんですけれども、レジェンズの4周年の後半の時期っていうのは、まだ一応明確にはなっていないですね。はい、古式さんから後半についての情報は全くないですし、いつから始まりますよっていうようなことも公言はされておりません。ただですね、まあ周年の構成っていうのは結構毎年同じだったりするかなと思うので、レジェンズの、まあ、3周年の頃をですね、振り返ってちょっと比較していこうかなというふうに思います。で、まあ今ですね、レジェンズの4周年の前半のガチャが、1週間前ぐらいに始まったっていうところで、こちらのガチャが確か5月の28日だったかなぐらいに始まったと思います。で、3周年のね、ゴジータ4と崩壊ゾマスもほぼ、同じ時期に登場していましたね。だからまあ、ちょうど1年と1週間前ぐらいかなに、まあその2人が登場しているということで、3周年の前半があったんですけれども、まあ4周年もね、ほぼ間違いなく後半のまあ新しいキャラクター出てくるかなというふうに思います。ステップアップガチャの形式でね、出てくる可能性が非常に高いと思っているんですけれども、3周年の際はですね、復活ご飯ちゃんですね、もう今となってはあんまりまあそんなめちゃめちゃ見るキャラではなくなってしまったんですけれども、当時もう環境をね、ぶち壊してしまった周年キャラクターとなっているんですけれども、こちらですね、この子が、3周年後半に出たということで、こちらの登場時期っていうのをちょっとね、自分で調べてきましたところ、2021年の6月25日にこのガチャが登場したみたいですね。はい、ということで、まあ大体周年前半から1ヶ月ぐらいかな、ちょうど経ったぐらいでこちらの復活ごはんちゃんが出ていたということで、今年もですね、おそらく、4周年後半のキャラクターはまあ6月の後旬の方ですかねに出てくる可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに、思いましたね。はい、なんでまあそういうわけですね、時期としてはだいたい6月まあ20何日ぐらいに、出る可能性が高いって思っておいた方がいいと思います。で、後半の前にですね、結構言われているのがドラゴンボールレジェンズの、スーパーヒーローコラボが来るんじゃないかっていうところで、新しい劇場版の、ドラゴンボールスーパーのやつが確か11日ぐらいに公開されるんですよね。なんでまあそれもいろいろ合わせるとまあちょっと遅れる可能性はあるんですけれども、一応まあ、3周年の時から推察すると、まあ、大体6月の後半ぐらいかなっていうのが、今のところ検討されているところかなというふうに思います。で、そこに向けてですね、レジェンズ4周年後半ガチャに、どんだけ意思残しといたらいいですかっていうようなね、コメントを本当にたくさんもらっているので、まあ、そちらについてもちょっと触れていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、大体ですね、今回のガチャ後半はダブルステップアップガチャでワンチャン来るんじゃないかなっていうのを僕は思っているんですよね。はい、まあ身勝手の極意が前半のガチャで来たんですけれども、まあ3周年の時って、ステップアップダブルステップアップで前半からぶっ放してきてたんですが、今回片方しかなくて、新キャラクターもちょっと少なめでっていう感じだったので、まあちょっとなんか後半にめちゃめちゃキャラクター集めてるんかなっていう風に思ったので、はい、まあダブルステップアップガチャ後半に来るんじゃないかなっていうので、でどっかの動画でも喋ってると思うんですけれども、身勝手の極意兆しが来た時にですね、2回前のレジェンズフェスティバルになるんですけれども、その時のフェスティバルの後半キャラクターっていうのはゴジータブルとブロリーっていうようなね、ダブルステップのリミテッドガチャだったんですよね。なんでまあそれに合わせて、やってくるんだったら今回も身勝手なんで、後半はダブルステップアップガチャでもおかしくないんじゃないかなというふうに僕は思っています。もしくはですね、どんなキャラクターが来るかわからないですけれども、後半に、ウルトラのねキャラクターを、まあ、一発ぶちかましてくるっていう可能性も非常に高いですね。
はい、なんで、まあ、結構なんだろう、意思搾取されるというか、めちゃめちゃ使うって思っておいた方がいいかもしれないです。で、具体的にどんぐらい意思集めといたらいいかって話なんですけれども、まあ、新キャラ1体出たとして、まあ、確実に引こうって思うんだったら、まあ、意思2万個ぐらいは持っておいてもいいかもしれないなっていうのが僕の、考えではありますね。まあ、2万あったら大体リミテッドの方に関しては結構引けそうですし、なんなら天井もかなり、近くなるんじゃないかなと思うので、交換所で交換できちゃうよみたいな、風にもなるかなと思いますし、ただウルトラの方に関してはね、排出率がだいたい 0.25% ぐらいになってくると思うので、もうそこばかりはね、もう確率の壁をどうにか、超えていくしかないので、まあ、ちょっと2万じゃもしかしたら出ないかもしれないですけれども、まあ、リミテッドの方だったらある程度2万ぐらい持ってたら、まあ、大体の人は引けるんかなっていうイメージではありますね。もちろんね、後半のキャラクター何が来るかっていうのも分かっていないですし、身勝手の極意めちゃめちゃ好きだよっていう人は、もちろん前半のガチャにもぶっぱしてやっていいかなというふうに思っていますね。はい。なんなら、まあ、後半のイベントもめちゃめちゃ盛り上がると思いますし、また新しい石のね、獲得源とかも増えてくると思いますね。で、ミッションの方でもですね、まだ4周年のメダルのミッションとかも、いっぱい残ってる方多いんじゃないかなと思うんで、これですね、これとか、まあ多分ほとんどの方がね、意思1000個も受け取ってないような状態だと思うので、まあこれも周年の後半に溜まるんだっていう風に考えれば、まあそこそこ、あの後半のガチャ始まってからも意思、獲得できる、まあイベントはたくさんあるんかなという風に思いますね。で、レイドバトルとかも絶対来るはずなので、また新たに意思手に入ったりして、まあ後半始まってからでも全然、ガチャ引いていけるかなと思うので、まあ、とりあえず、前半のガチャめちゃめちゃ引きたいよって思ってる人は、もうこっちにぶっぱしてやるっていうのも一つの手だと思いますね。で、あとステップアップガチャの形式が9日っていうことで、思ったより短かったですね。はい、なんでまあ、後半の、ガチャが始まる際には、もうすでにステップアップのガチャとしては、終わってるんじゃないかなっていうところがありますけれども。まあ、もちろん平常運転、Z パワー600とかのガチャは、続いていると思いますが、まあ、ステップアップのね、うちに絶対引いた方がいいので、なんならこのステップアップ終わっちゃうと、さすがにちょっとね、引く気にならないというか、あんまりおすすめはしないので、まあそこら辺は、うまいこと組み取って考えていってもらえればなというふうに思います。劇場版のガチャが来たとしたら、まあ、ちょっとこのステップアップと被るぐらいかなと思うので、まあ、いろいろ、その劇場版との噛み合わせは考えていけそうですけれども、後半のキャラクターはね、出た時には、もうこっちのガチャ、2倍ではやっていないと思うので、そこは注意してください。ということで、今回はですね、レジェンズ4周年の、後半の時期とか、意思集めておいた方がいい数っていうのを、まあ、具体的に喋っていきましたけれども、まあ、あくまでね、僕の、何でしょう、主観でしかないので、はい、もっと貯めといた方がいいって思う方は貯めといた方がいいと思うし、絶対後半引けるよって思ってる人は、まあ、前半に今のうちにぶっぱしておいてやってもいいかもしれないですね。そういうわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。